自重武官とは、大日本帝国憲法下において存在した、天皇に常時奉仕し軍事に関する相乗の伝達、等にあたる日本軍の武官のこと。自重武官たる陸軍不評大佐当時の阿南、コレチカ自重のほかに、天皇の大元帥たる地位に鑑みて、1896年から1945年までの間、陸海軍将校からなる自重武官が設けられていた。 自重武漢官官制によると、自重武官派天の二条自法師氏軍事に関する、創上報等及び命令の伝達に認識官兵、演習行行その他最儀零点円解約権等に、バ侍サムライとされた。長たる、自重武官長と、自重武官からなる。なお、終戦時の鈴木寛太郎首相と、阿南コレチカ陸将は1929年以降、それぞれ自重長、 自重武官として、共に昭和天皇に仕えた関係で、この個人的関係が、ポツダム宣言受学による日本の幸福決定に寄与したとも言われている。また、皇太子には、東宮武官、皇族には、皇族府武官、韓国併合後の日本統治下の朝鮮における、王皇族には、王皇族不陸軍武官が付され、それぞれ、非公式には、五府武官とも呼ばれた。 皇族府武官、王皇族府陸軍武官は軍服に銀色の職所を着用した。なお、戦後の皇室と現在の自衛隊において、旧軍の自重武官のような役職等は存在せず、設置されていない。規定はないが、監修として陸軍より任命された。岡沢忠中将、1896年4月1日。萩藩出身で、 初代の自重部官長となり、1904年に陸軍大将に昇進し、1907年に死者区に助せられる。中村里市中将、1908年12月29日、-1894 年8月30日に、大本営自重部官、同年12月25日に、東宮部官兼自重部官、1896年4月1日に面。 東宮武官。1908年12月19日に、自重武官長。内山小次郎中将。1913年8月22日。奈良武次中将。1922年11月24日。広人新能に、東宮武官長として使え、広人新能即位後は、自重武官長となる。本庄茂中将。 1933年4月6日、満州寺返事の関東軍司令官であり、打診当初は昭和天皇より難職を示されたが、正式な決定により、自重武官に就任した。実直な人柄で昭和天皇の信任を得たが、2.26事件の際、不評第一連隊の終盤司令を務めていた女性の山口一太郎大尉が、 反乱部隊の出動を黙認した上、その後の行動を反乱軍と共にしていたため、宮中で反乱軍よりの立場を取り、即時鎮圧を支持する昭和天皇との間に意見の相違を生じた。事件後山口大尉が起訴されるに及んで、責任を取る形で辞任した。うさみおきえ中九1936年3月23日、旗春六大将。 1939年5月25日、ハスヌマ・シゲル中将。1939年8月31日、帝国最後の自重部官庁。官報第3826号、明治29年4月4日。ありがとうございます。